明治6年10月、内田91によって撮影された、明治天皇肖像写真内田91明治8年2月17日は、幕末から明治時代初期にかけての写真家。名は十最初に、明治天皇の肖像写真を撮影したことで知られる。長崎よろずや町の生まれ、幼少期に両親を失い、叔父の医師、吉尾慶祭に育てられる。長で、 松本良順の庇護を受けつつ、オランダ軍医、ポンペの精密試験所で科学を学び、福岡藩士、前田玄造などから写真術を学んだ。慶応元年、大阪国庁に写真館を開業し、歌舞伎役者や芸者を撮影して、評判を得、慶応4年に横浜馬車道へ移る。明治2年、東京浅草大大地で写真館旧一堂万寿を開業。 東都随一の写真師として名を馳せた。明治5年、明治天皇の最後く御巡行の際、宮内省御用係の写真師第1号として随行し、名所旧跡の写真を数多く撮影。御巡行出発前の明治5年4月に、即退姿と、この牛、金金姿の天皇を、翌年10月には、洋装礼服姿の天皇を撮影し、 校舎を複製した者が、ご神営として、地方館長、学校などに貸しされた。役者や芸者の写真の撮影や販売も行って、生活は大いに潤い、神田駿河大公媒町に、洋館兼写真館の豪邸を建てたが、明治7年冬より、肺結核を患い、翌明治8年2月に死去。去年32、91が撮影した根川は復されて、 いろいろな写真師たちに売られ、草壁金兵衛などがそれを購入している。そのため、横浜写真のアルバムには、内田91撮影の風景写真が混じってる、場合もある。また、浅草の写真館は、明治14年、当時の著名な写真師だった北帝筑波が購入し、旧内田舎として再開業した。ありがとうございます。